こんばんは、ペケです。今回はリクエストをいただいた石田正弘さん、通称アゴ男イッシー事件について考察していきたいと思います。高校教師が出会い系サイトで知り合った女性と金銭トラブルになった点、その後暴力団に監禁されていた点など、恐怖を感じる事件です。私個人の意見も含んでおり、誤った情報もあるかもしれませんが、ご了承ください。事件の詳細です。埼玉県越谷市の高校教師石田正弘さん、当時37歳は、出会い系サイトで知り合った風俗店勤務の女性19歳とメール友達になります。純粋でいい人だった石田さんは真剣に交際していると思っていたものの、彼女は割り切った援助を目的としていました。2001年6月8日早朝、彼女は石田さんに、入院しています、お金がない、助けてとメールを送ります。石田さんは、どこ、車で事故ったの、どこの病院と問いましたが、結局のところお金を借りるのが目的だったということです。その後も何かと理由をつけては金銭を要求するようになり、彼女が風邪をひいたと聞くと風邪薬やスポーツドリンクなどを差し入れし、冷やしたタオルを額に当てて看病していたといいます。しかし石田さんにはさらなる危険が忍び寄っていました。7月8日の夜から10日にかけ、暴力団組員の島宗誠、当時31歳を含む2人の男らは、石田さんに、俺もあの女が金を返さなくて困っていると呼び出した上で、19歳少女との交際は淫行罪だと脅され、いわゆる包み持たせ被害に遭い、東京都内のビジネスホテルに監禁されます。石田さんの財布やカードなどを奪った犯人たちは、現金約200万円を引き出していて、その金を自身の風俗店経営の資金にしていたということです。石田さんはこの時まで彼女とは真剣な恋愛だった、交際だったと信じていたそうです。そして一度は解放され、実家の両親に相談。両親は、言われてももう会ってはいけない、警察に相談しろと説得しています。しかし自分に頼ってくれる、何でも相談してくれる女性に対し感情移入してしまった石田さんは、言葉巧みに誘い出されてしまいます。犯人ら7人により電話で池袋に呼び出され、再び石田さんは拉致されてしまいます。両手足に手錠をはめられた状態で、静岡県の残土置き場まで乗用車で連れて行かれました。石田さんは、助けてください、話がありますと犯人たちに説得を試みますが、話なんかないと農具のクワで石田さんの頭の左側を殴打、大きく鈍い音がしたそうです。さらにサバイバルナイフを逆手で持ち、右の太もも、腕や胸を5箇所刺し、速攻まで引きずります。犯人らはクワで穴を掘り、石田さんを埋めようとしましたが、死に物狂いで足をバタつかせて抵抗。それを見てさらに上半身を20箇所以上めった刺しにすると、石田さんは動かなくなりました。数本のクワを使い石田さんを埋めると、犯人たちは車にベニヤ板を取りに向かい、再び戻ってきます。すると石田さんが瀕死の状態で土の中から出て背を向けて座っているのを発見。その背中めがけて日本刀を3回突き刺すと、ゴリッという音がし倒れたそうです。犯人たちは石田さんを埋め、その上をベニヤ板で覆い、さらにコンクリートの塊を投げつけた後、ベニヤ板の上で10回ほど飛び跳ねたそうです。そして石田さんは行方不明になったと考えられ、失踪事件として捜索が開始されます。この事件が話題になった理由の一つは、石田さんが精力的に更新していた自らのアッコの部屋というブログにあります。彼女に対する思いや、素直でピュアなオタク風なブログがいい意味で人間臭さを出しており、事件の直前まで更新していたと考えられています。石田さんの両親は、石田さんのインターネットに残された盗難品の詳細や日記の解読を開始、独自に捜索を行います。その理由について父親は、少しでも詳しく知りたかった、警察はあまり教えてくれない、県の教育委員会から無断欠勤扱いになっていると免職をにぎわせる打診があった、明らかに事件に巻き込まれたのになぜ分かってくれないのかと感じており、石田さんの無事を信じていると語っています。その後、警察が犯人の島宗誠を指名手配、犯人ら逮捕に至ります。島宗は殺人の容疑で7年間服役していた過去があり、今事件では無期懲役の判決を言い渡されています。ペケの考察です。リクエストをいただいた事件です。今回事件内容や詳細の情報が薄く、不透明な部分や間違っている箇所もあるかもしれません。ご存知の方がいたらご指摘いただけたらと思います。犯行内容は極めて残虐で、人間のすることではないと感じました。今回は出会い系サイトがきっかけでトラブルに発展しており、最近ではマッチングアプリや、YouTube とか Twitter、SNS が復旧しているので、出会い方が変わってきているのも事実だと思います。その中での問題として、誹謗中傷やリベンジ動画、パパ活などは本当に注意が必要で、一度インターネット上に情報が出回ってしまうと完全に消去することは難しいのだと感じます。男女問わず、純粋な出会いを求める人もいれば、騙そうと近寄ってくる人もいるのだと思います。
そして友人や異性から、まあ、自分の好意がある人から相談されたり頼られたら放っておけない気持ちになりますし、石田さんの行動も理解ができます。今回の犯人は過去に人を殺めた罪で刑務所に入っているものの再犯を犯してしまった。犯行の残虐さや身勝手さから更生や反省は感じられません。純粋で人の気持ちを感じることができる石田さんの優しさにつけ込んだ凶悪な事件だと考えます。リクエスト本当にありがとうございます。名探偵ペケでは未解決事件や行方不明など皆さんと一緒に考察していきますので、チャンネル登録お願いいたします。ペケでした。